はい、こんにちは、スクリュアカメと申します。それでは I wanna be the best guy 3ですね、続きをやっていきたいと思います。前回早打ちなんとか勝ちまして、ステージクリアの画面をね目指していたら、まさかのもう次のボスになってしまったという。なんで今回はこいつをやっていきましょう。はい、なんかとにかく打ってりゃいい感じ。あう、打ってりゃいい感じかな。強そうっちゃ強そうなんですよね。どうすりゃいい、どうすりゃいい。あう、あう、ちょっと待って、あもうなんかこの丸いのは打って壊せるっぽい。冥府への扉がどうしようかな。この丸いのは壊せそうだったから、やべ、これか。はい、あ、壊せますね、やっぱり。はいはい、やべ、ミサイルがにゅん、にゃー、びっくりした。はいはい、針が来るな。やべ、ちょっと針長くない？おい、なんか生きてはいるけど、ちょっとすごい長生きしたな。はい、にゃーこんで半分か。針が長いな、本当に。どうしよう、何それ。あう、そういうのもあんのか。それ真ん中にいないとダメだね。じゃあね、まず手の内全部晒してもらわないことにはやっぱ話になんないですね。はい、やべ、でこれか。あう、ミサイル邪魔だな。ミサイル注意ですね、結構やらしい。やべ、だって針もくんの、あかんて。ほんとこの予定の時間が長いから、やべ、ちょっと待って、にゃん、くそ強いな。どうしよう、やべ、もうくんの針やばい。ただあっちこっち移動しないでその場で飛んでるだけでいいんだったら、そんなに難しいことはないですね。オッケー。ただミサイルと合わさるとやばいかも。はい、待ってよ。やべ、丸いのも邪魔。オッケー、対応できてる。こう、はいはい、おそらく攻撃パターンは全部見せてもらえたと思うから、あとはポカしなきゃ。やべ、危ね、あかん、なんだかんだでこれ今回で倒せないかな。はい、ほらこの野郎で、真ん中、え、あ、そっちか、あ両サイドから針が来る方だと思った。もう断言できるのはやっぱりミサイルプラス何かっていうのが一番厄介かもしれないですね。やべ、ミサイルも数回にわたって出てくるから、その時に何と一緒になるかだな。やばい、これはまずいやつ。ハリとミサイルが一番やらしいな。はい、オッケー、ミサイルなしのハリ、これはラッキー。はい、あう、なんで死んだ。マジでか、やばい、こいつ普通に強いな。結構苦戦してますね。はい、でこうパターン分かってても反応しきれない。やべ、ちょっと待って、やばい、にゃー、まだラスボス控えてんのに、こんなところで時間使ってらんないぞ。やばい、ちょっと待って、うーわ、これまでのボス戦で一番地味かもしんないけど、なんだかんだで強い。本当に倒せっかなこいつ。いや、ハリー、もう全然こいつラスボスでいいよっていうぐらい強い。デス数としてはそんな死んでないのかもしんないけど、強いわ本当に。いろいろ合わさるとやばいからな。はい、とりあえずまだミサイル来ないから、ミサイル来るまでにできるだけ削っちゃいたいな。はいはいはい、あれ、はい、あ、でも本当にミサイル来ないですね。どうした。はい、もうただ攻撃避けるだけだったら全然、あぶね、全然なんてことないから。お、ミサイルどうした、弾切れか。
これ今回チャンスじゃないですか。やべ、うわ、あぶね、ちょっと待って、あかん、オッケー、しのいだ。これマジでチャンス、倒しちゃいたいな今回。はい、押し切れ、頼む、押し切り萌え、やべ、オッケー、よっしゃ、運も実力のうちってやつよ。ああ、強かった。なんだ、ガイって呼んでんな。何ですか？あ？え？あ、結局、冥府の扉が開かれるのか。まあもうこの背景見えてた時点で、ラスボスあいつなんだろうなっていうのは分かってたけど。この曲ね、久しいね、グスタフさん、久しぶりって言ってんのかな。まあ一応またこれも訳しますけど、お前のおかげで俺は地獄を見たんだよみたいなこと言ってんだろうな。戦うんだな。てか今回立ち絵がいつもと違う、すごいなんかイケメンっぽさがあるな。っていうかセーブをまだできてないんだけど、戦う前にセーブはさせていただけますか？それとも死んでもこっからなのかな。強いんだろうな今回も。なんだそのポーズは。おい、何をしている。え、やっぱりここで戦うのか。ちょっと待って、うーわ、すげえ両手広げて喜んでる。よっぽど嬉しいんだろうな。で、気になるのは、死んでどっからなのか。あ、よかった、こっからですね。オッケー、頑張れる。ちょっと待って、危ね。とりあえずもう一回死ぬまでやってみましょう。もう死んだよ。ああ、じゃあ絶対強いと思うんで、今回これぐらいにして、次回、ラスボス戦ですか。っていうか、今回あのやばいドラゴンはいるのかな。前回もあいつクレイジーモードで裏ボスみたいな感じでいたから、このメインルートだといないのかな。でもなんか背景的にいそうな感じはするんですよね。まあいいや。というわけで次回ラスボス戦ですね、やっていきたいと思います。ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。